どうも、ゲーム水の山田です。ポケモン GO を中心に様々な動画を上げておりますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。ポケモン GO ジャパンさんから新しいお知らせが出ました。熊本にカビゴンがやってくる。熊本県全域および大分県由布市、別府市でカビゴンが現れやすくなるとの情報が届きました。ポケモンの笛に起こされたのでしょうか。この現象は3月4日から3月13日まで続くようです。現地は復興作業が続いている地域、場所がございます。危険な場所には立ち入らず、熊本、大分を楽しんでくださいね、ということだそうです。昨年度、東北ですね、でラプラスが、湧くイベントが、国内でありましたが、まあそれと同じような、まあ、形なのかなと、思われます。ということで、おそらく熊本県の中でも湧きやすい場所とそうじゃない場所っていうのが、まあ、分かれるのかななんて、思ってます。一体どの辺が特に湧きやすいのか、まあその辺が注目ですね。で、今回の件で僕が実はちょっと今思ってることが、本州、まあ、日本の例えば本州とか北海道とか、その沖縄に遠い方、言っちゃえばサニー号を取りに行きたいけどちょっと遠いなと思われてる方々たくさんいると思うんです。むしろこれチャンスかなって思ったんですよ。まあ、何かと言いますと、その熊本県ですよね。熊本県から例えば、まあ、九州じゃないですか。実は沖縄じゃなくて鹿児島の、種子島ですよね、とかでもサニーゴの発見はあるんですよ。僕ちょっと実際にこの鹿児島から、あ、鹿児島じゃない、熊本から、沖縄に行くのと、まあ、そのまま屋久島に行くのだと、まあ、どういう交通の便があって、その日にち土日とかだったらどうなるのかってところまで全部詰めてるわけじゃないんですけど、まあ、どちらにせよ本州から行くよりは近いじゃないですか。カビゴン買ってついでにサニーゴ取っちゃうっていうコースありだと思うんですよね。なので、まあちょっと僕もそれってどういうルートがあるんだろうとか、何が一番効率的なんだろうっていうのをちょっといろいろもっと調べてまとめようと思っているんですけども、まあ今回は速報としてこちら動画を作っておりますので、ちょっと整ってないんですけど、出させていただきました。また何かこういう風にやった方がいいんじゃないのってものが見出せたならば、ちょっとちょろっと、まあツイッターとか動画とかで発信していこうと思います。で、これは多分皆さん、僕がこの動画出した段階で気になってると思います。山田熊本行くんかいと。どうするんだお前はみたいな感じで多分思われてると思います。これに関してはごめんなさい、まだ未定です。というのも、ちょっと今回の期間中ですね、の、やっぱ仕事がそもそも、まあもちろんあるっていうのが一つ。あと、まあちょうどチャンネルが、まあ、5万人達成ってなって、いろいろ結構ごたついてるタイミングというのになるのが2つ。土日にそもそも行けるかどうかもちょっとわからないので、ただやっぱり行きたいんですよね。まあその4日からもうバーンと飛んで行っちゃうっていうことももしかしたらするかもしれないんですけど、ちょっとその辺まだ確定してません。行くよってなった場合は、まあツイッターで言ったりだとか、あとまあ動画とかでももしかしたら、言うかもしれません。この動画上がってるのが木曜日なので、金曜日とかにね、もしかしたらちょっと公表するかもしれませんが、まだちょっとごめんなさい、未定ということだけはお伝えさせて、いただきました。まあ、ただこれでカビゴンやっぱ借りたいっていう方、取りたいっていう方はいらっしゃると思うので、行こうと思われてる方はぜひぜひ行ってみましょう。基本的にはまあ熊本県の観光ですよねとかができたらいいなーなんて、もしも行く場合はですよね。別府温泉、あー別府温泉だよ。食べ物もそうだけど温泉ですね。うわー悩む、これ両方あるわということで、まあね、なんか現地のことを調べてちょっとテンションが上がっちゃいましたけれども、はい、もしも、観光として、行こう、まあ、ポケモン GO と観光がてら行くっていう方は、まあ、どういう名産があってどういうものがあるかっていうのも調べてから行って、そのついでにカビゴン買ってあげるのがいいんじゃないでしょうか。ということで今回は速報系動画でございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。